こんにちは、須藤めぐみです。今日は、解説というよりはね、反省会に近い感じになってしまうと思うんですけれども、一応ね、解説していきたいと思います。これもね、新しいスタジオで初めて撮った録音なので、もうね、何回も何回も撮って、ちょっとやっぱり響きが違うのと、すごく分量、声の分量、前のスタジオとだいぶね、調節が違う感じなので、何回も撮り直したので、すいません、喋る声がガラガラになっておりますが、一応ね、反省兼解説の解説やっていきたいと思います。それではね、いつものように、6ページ18番のところの解説を読んでみたいと思います。異名同音的転調を含むこの曲は伸びやかな美しいメロディーを持っている。その通りですね。このメロディーをたっぷりと、しかも軽やかさを持って歌うには、息の十分な支えが横隔膜でできていなければならないということでね、これすごく難しいのが、音域も広くなったんですけど、このね、美しい伸びやかなメロディーの割にはですね、あ、メッツァボーチェと書いてありまして、声を抑えて歌わなくてはいけないので、それがね、それがすごく難しいです。あとね、私すいません、ピアノは下手くそですので、このね、この刻みがですね、すんごい引きつっております。そして、これね、ある国立 N 大でこれ弾き語りの試験曲になったんですけれども、これね、速くなっていっちゃうんですよ。まあ、私もそうなんですけど、なんかね、歌ってるうちにどんどんね、自分で自分を煽っていっちゃう感じなので、テンポをね、すごくこう保ち続けるのがすごく難しい曲だと思います。ピアニストの方とか弾き語りでね、歌うときは、この刻み、皆さん綺麗に入れてみてください。私はお手本になっておりません、すごく下手ですけれども。あとね、すごく気をつけなくちゃいけないのが、これね、左手がでこう下から上がってくるの で左手って小指、まあ、私は2の指、中人差し指で次のここがね、強くなっちゃうんですよ。やっぱり人差し指とか親指は強い指なので、これね、こっちに盛り上がって音がポンって出ちゃうんですよね。で、出ないようにしようと思うんですけど、出ちゃうんですよね、すいませんっていう感じでね、皆さんピアノ弾かれるときは気をつけた方がいいと思います。そしてこのメッツァボーチェで、歌うためにですね、やっぱり確かにね、支えっていうか、この出しすぎないようにするためのコントロールっていうのがすごく難しいです。そしてこの最初が S の音、ミのフラットの音で始まるんですけど、これをね、あーって下にあーって落としてしまうと、次のあー上に行った時とのバランスがすごく悪くなっちゃうんですよ。で、上は統制で歌えてるので、ここが超地声みたいな、あー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 みたいな、ヨーデルみたいにならないようにするのも私もすごく難しかったです。ちょっとね、私も舌を押しすぎで歌ってる感じだなって、聞き直して思ったので、何回か撮り直したんですけど、やっぱりね、ここのまだね、空間に私が声が慣れてなくて、うまく入ってなかったと思われます。皆さんは気をつけてみてください。ですので、こう確かにね、ここはね、横隔膜の支え、出す時に横隔膜って使うんではなくて、逆に、抑える時に使う横隔膜の方が私は大切だと思いますね。バーって出さない、弱く出す時にこの横隔膜で支えるっていう作業は、とっても大切ですし、難しいことだと思います。そしてですね、解説に戻りますが、終わりのフェルマータはフォルテからピアノへの声のコントロールができるように幾度も試みることが必要である。
この最後のフェルマータもすごい難しいんですよね。これ、このクレシェンド、フォルテ、デクレシェンドは、これは誰のために書いてあるんですかっていう感じでね。でもずっとね、歌の旋律の下にこうクレシェンド、デクレシェンドついてきたじゃないですか。っていうことはですよ、ここのフォルテの前に、いや休みなのに8分9分なのにクレシェンドがついてるんですよ。これね、どういう意味って声出てないんだけど、だからああって感じですか。これピアノで気持ちがここで盛り上がらなくてはならない。そしてピアノだったところのディミヌエンドしたところから休みの間にクレシェンドして声が出た時にはフォルテで、出さなければいけないということを考えますとですね、私はですけれども、ここね絶対待っちゃうんですよ。だから最後絶対こうなりませんか。すぐできないですよ。ってできないですよね。あとここ最後のアスの音に降りてきた時、歌は四分音符なんだけどピアノは8分音符だからピアノよりちょっとだけ長い。これね、細かい技ですよね。難しいですよこれも。それを考えるとですね、このフェルマータって、どれくらい伸ばしていいフェルマータなんだろうって考えると、自分の気持ちが明日に降りたいなって処理できるまではね、降りられないんですよ。ここね、最後のこの3小節すごく歌うの難しいと思います。まあその日のね気分によっても違うと思いますけど、この長さってになると思います。だからといって私のセンスがあるわけではないです。皆さんもね、考えて自分の気持ちがどこまで伸ばしたいのか、どこで降りるのか、そして最後の和音はどのあたりで欲しいのか、これはねすごい難しいと思います。こういうのがね、上手な人って、すごくナチュラルにスルッと行くんですよね。とてもいいタイミングで来るわけですよ。で、案外ね、なんだろう、ここってよくあるオペラ歌手、オペラ歌手なんて言ったら失礼で、オペラ歌手の人に申し訳ないですけど、声が大事な人、声を出すことが、とっても重要だと思われる方は、これ多分ね、ディミヌエンドにしないと思いますよ。そしてちょっと長めみたいな、そういう演奏よく聞かれますけど、試験であったりとか、試験でなくても私はこうに書いてあったらこうに歌いたいですね。お客さんのね、こういう拍手が欲しいとか欲しくないとか、そういうのではなくて、自分の気持ちが収まるところで演奏したいですね。
まあそれはね、皆さんの自由だと思いますよ。これはね、芸術なので、こうやったらいけないっていうのは私は絶対ないと思っておりますので、まあこういうのはセンスですよね、センス。そしてですね、案外難しいのが左側のページのこのね、天井、この天井感動的ですよね。ここもね、涙出そう。一番下のなんですけど、ラシラからどうですかみたいなここね、私も何回も何回も撮り直したので、その度に歌い方が違うんですけど、これね、すごい涼しい顔してラシラから歌うと、もうディミレードとともにスルッと入るパターン、転調しましたが何かみたいなそういうパターンと、ちょっと転調アピールパターン、ページの3段目から4段目の畑中先生書かれてて、ね、このイメドーン的転調、ここね、すごい解明で読むの難しくないですか。3段目から読むとラセドセドドセドレみたいなね、セドレ一人で盛り上がっちゃいますけど、これね、こういうの好きですよ。私大好きなんですよ、これ。あれ？まあ感動する、歌ってて感動するっていう感じ。まあ一人で盛り上がっちゃう感じですけど。この辺のね、もうこの曲はね、ほんと名曲だと思います。素晴らしいですね、私立のね、軽音大でもこれ試験曲になりましたし、まあ、さっき言いました国立のね、N 大でも、これ弾き語りで試験曲になりました。まあすごくね、やりようがあるので、自分の個性出せるんだと思いますよ。皆さんね、どういうふうに自分の個性を出しますか？なんかね、いろいろやりようがあるので、いろいろね、考えて、ちょっとね、最初はレッスンとかで、やりすぎよ、あなたそれは、みたいなので、ね、やってみてほしいんですよね。なんかそういうチャレンジも必要じゃないですか？まあ、やりすぎよって言われても、ね、ちょっと削ればいいので、大体ね、日本人はもっとやりなさいって大体言われるパターンが多いですので、一回はね、これやりすぎじゃないですかっていうぐらいのね、ちょっと自分アピールを、ちょっとどうですかアピール、この曲でね、楽しんでいただければと思います。それではね、新しいスタジオから初めての録音、ちょっとね、お聞きづらい点も、あったかと思いますけれども、次回からはね、こちらでずっと、録画収録していきたいと思いますので、またよかったらご覧いただければと思います。それではまたお会いしましょう。